よし、ボルト、終わりだ。これでやっとクラス全員の基礎力測定が完了した。次回からこの資料をもとに実技演習に入る。はい、はい、ボルト君すごいね。やっぱり今のタイムクラスで2番目だよ。なんだ、1番じゃねえのか。どいつだよ、この岩部ってやつ。今日は授業出てないみたい。僕たちみたいな素人と一緒なんてバカらしいって言ってたから。ふん。腹減った。おう花、昼飯食うんなら一緒にどうだ。悪い、俺たち屋上に行くんだ。君たちも早く出た方がいいよ。じゃあ。なんだあいつら。まあいいか、早く飯食おうぜ。お会計。邪魔だ。ここは今俺が使ってる。誰？岩部君。ダブリの岩部、二度卒業試験落ちてるって噂だ。先輩なのか。まよろしくな。なれなれしいんだよ、ほかげの息子め。誰の息子とか関係ねえだろ。面白くねえんだよ、お前みたいなのがこれから目の前をちょろちょろすんのかと思うとよ。目障りだ、親の七光野郎。てめえ、いい加減にし。どうした、点で話にならねえじゃねえか。俺とか。てめえ、気に入らねえんだったらかかってきな。やめた方がいいよ、岩部君の体術は先生たちも一目置いてるくらいなんだ。じゃあなんでダブってんだよ。それは分からないけど。いいか、忍者ってのは強さが全てだ。お前らみたくお行儀よく勉強して何になるってんだ。現にほかげだって一番強いやつがなってるじゃねえか。忍者は強けりゃ何でも許されるんだよ。また始まったよ、あんなやつ早く退学になればいいのに。でも岩部君、今は七代目ほかげ様も忍術の平和利用を目指していて、だから僕も。うるせえ、雑魚は黙ってろ。ほんの10年ちょっと前まで戦争してたんだぜ。おかげたちが前線で忍者やってた頃はこんなんじゃなかっただろう。それがいつの間にか軟弱な学校にしちまいやがって、俺は認めねえ。弱えくせに親の力で入学してくる七光野郎なんか邪魔なんだよ。七光なんかじゃない。ああ、ボルト君は七光なんかじゃないよ。僕はボルト君を見てここに来たいって思ったんだ。君に何がわかるの。勇ましいこったな。だがそういうことは俺を倒してから言う。やめろ。おい、てめえの言う強いってのは力で仲間を言いなりにさせることかよ。なんだと。ボルト。大丈夫だ、しかない。俺はここでは喧嘩しねえって決めてたけどよ、買ってやるぜてめえの喧嘩。面白い。